夢ラジオ第5919回今日は令和6年1月17日水曜日です時刻は午前11時あと1時間したらお昼になるようなそんな時刻です冬の頃10時半から11時にかけてセンター北の 観覧車ゴンドラがキラキラ輝きますが今も美しいですねでその向こうに富士の城頂き冬の朝窓を開けての放送です5919回今回はなぜ秀忠は解明しなかったのか徳川秀忠二代目の将軍です 解明なぜしなかったのか?「秀忠の秀」は当然秀吉の秀なんですよ。そして大阪夏の陣冬の陣逆は大阪冬の陣夏の陣で豊臣を滅亡させた後もうこの「秀」という字が、まあ、ある種縁起が悪いと。ですから 徳川は家康から家をもらって家ただ、こんな風にすることも十分できたわけですね。けれど、2代目の将軍秀忠はずっと秀忠で通しました。そして父親の家康も何にも言わなかった。で家臣からはね、ね秀はもうやめた方がいいんじゃないかという意見は出たんですけど、家康、そして秀忠の親子はそれに耳を貸さなかった。 なぜ耳を貸さなかったのかでこれについては実はあの記録なんか残ってないしで,ですからあの、まあ、家康秀忠の心の中を推測してみる以外にはないのですが家臣から「秀はもういいじゃないか」と「秀はもうやめよう」という声が上がっても聞かなかった。 これにはやはり家康そして秀忠自身の豊臣家への最後のあの経緯というかそれの表れかなと私は見ております。思えば秀吉が1598年慶長3年ですねに亡くなった時誰よりも 秀頼を頼むと言った相手は徳川家康なんですよところがその家康が徐々に徐々に好き勝手し始めて石田三成との激突その後豊臣家を徐々に追い詰めていってやがては冬の陣夏の陣と秀頼を 亡き者に淀殿も泣き者にとだから家康秀忠のサイドにもこのあれほど太閤殿下から頼まれていたのにその約束を保護にして豊臣を滅亡させてしまったというこの自責の念あったことでしょう。ですからその 徳川のようにするためにはで天下太平にするためには豊臣と徳川が並び立つというのはありえないので豊臣を滅ぼすのは仕方なかったかもしれないけど「仕方なかったのです許してください」という徳川からの最後の豊臣へのメッセージこれだったのかなと 秀秀忠には、ね、兄もいて秀康っていいてうのがいたんですよこれは結城秀康そして松平に変わりましたけどこの秀康もまたあの秀のままたた秀のだった、まあ、もちろん秀康はね冬の陣夏の陣を見ずに亡くなりましたので、まあ、ひょっとしたら秀康は豊臣がずっと続くぐらいのことを思って亡くなったかもしれませんが。 まあこの秀康に関しても秀はそのまんまで二大将軍秀忠も秀はそのままで三大将軍の家光からまあ家という意味なですね変記がまあ受け継がれていくことになりますあの時豊臣が滅んだことこれはまあ歴史の 哀愁悲しみといえばそうなんですけど冷静な目で見れば徳川のようにするためにはしょうがなかったそのしょうがないという気持ちは家康そして秀忠の親子には共有されていたでしょうところがその過程で 秀織を亡き者にしなければならなかったその自責歴史から自分たちは将来審判を受けるその時せめて名前に秀は残して自分たちもやりたくてやったわけじゃないってことを訴えているような家康と秀田だがねそんな風に思えてなりません イメラジオ今回はなぜ秀忠は解明しなかったのかゴンドラがもうキラキラ輝いていますね冬のこの時刻幸福の美しい景色です。